田信長は桶狭間で今川義元を破った。その大逆転の勝利は織田信長の名を全国に轟かせることになる。信長は東を徳川家康に任せ、自らは北の美濃へと進攻をした。美濃の斎藤辰興は酒に溺れ、国政を顧みず、代わりに竹中半兵衛が統治しているという。秀吉は稲葉山城攻略の先陣を切るよう信長の命を受けた。秀吉は妻のねねを伴い稲葉山へ向かった。天才っちゅうのはお前らのことじゃろな、半兵衛に勘弁。第2話、稲葉山城の戦い。